中田秀都市1月22日隊は、山梨県甲府市出身の元サッカー日本代表。愛称は、秀。国際サッカー評議会諮問委員。一般財団法人、テイクアクションファンデーション代表理事。観光庁、アドバイザリーボードメンバー。株式会社ジャパンクラフト酒カンパニー、代表取締役。日本代表の FIFA フフワールドカップ3大会。 連続出場に貢献。FIFA100 戦。アジア年間最優秀選手賞2回。イタリア政府より、イタリア共和国功労勲章受賞 U-17 世界選手権、ワールドユーズ、U-23 オリンピック、コンフェデレーションズカップ、W 杯、以上のナショナルチーム主要世界大会すべてでゴールを、挙げた、唯一の日本人選手である。 小学3年生8歳の時に兄の影響で北新サッカースポーツ少年団に入団してサッカーを始めた。甲府市立北中学校3年生の時 U-15 に選抜された。この時指導していた中学校の監督は関東選抜の一員であったがレギュラーではなかったため落選するだろうと思っていたので、 スタッフに先行理由を尋ねると、世界で戦うには、少しばかりのテクニックよりもフィジカル面の強さの方が大切。技術面では、中田国により、上の選手はたくさんいるが、フィジカル面の強さでは、彼は、いいものを持っている。そこを評価したと言われたという。当時は、FW として登録されていた。U-16 アジアユースで世界への、 第一歩を踏み出して、以後は、すべての年代別日本代表に選出され、年代別の世界大会である、U、U-17 世界選手権、U-19 アジアユース、ワールドユース、オリンピックにはすべて、飛び級で出場した。オリンピックには19歳で、アトランタオリンピック、23歳で、シドニーオリンピックと、2回出場している。ニラ高校2年の時には、 第72回全国高等学校サッカー選手権大会に出場している。J リーグに加盟する全12クラブのうち11クラブからオファーを受け、その中から横浜マリノス、横浜フリューゲルス、ベルマーレ・平塚の練習に参加した上で、1995年ベルマーレ・平塚に加入。翌年、ゲームメイクの能力を買われトップ下にコンバートされた。 1996年アトランタ五輪に出場し、後にマイアミの奇跡と言われるブラジル五輪代表戦勝利に貢献した。実戦のナイジェリア五輪代表とは強化試合や U-17 世界選手権で対戦していた中田は勝てない相手ではないと判断。ハーフタイムには日本の DF 陣に対してもっとラインを押し上げてくれないと攻撃できないと意見するが、 前半、日本の DF 人は、身体能力にものを言わせて、攻めまくるナイジェリアに圧倒されており、中田秀俊氏の意見は、受け入れがたいものだった。それを見とがめた西野郎監督に出席され、信頼を失って、最終戦は外された。同じく下の世代から選出された、DF、松田直樹も、実は、中田と同じ意見であったが、 世界を知らない上の世代には行っても分かってもらえないと思い黙って見ていたという。同年のシーズンオフにイタリアセリエ A の名門ユーベントスへ短期留学。期待したトップチームではなくカブでの練習であったが海外に目を向けていることを伺わせた。平塚に行って良かったと思っています。平塚でプロを始めたから今がある。ペルージャに行く時にも 本当に気持ちよく送り出してくれた、と語っている。ニ崎高校時代には、サッカーしか知らない人間にはなりたくないと、資格取得にも挑戦した。1997年に韓国との親善試合で、フル代表に初招集され、先発デビューを飾る。以後、レギュラーに定着し、W 杯アジア最終予選で苦しむ、フル代表を W 杯初出場へと導く。 原動力となった。アジア予選の成績不振によりカモ代表監督が更迭され、岡田ヘッドコーチが監督に就任すると、アウェーのウズベキスタン戦で、スターティングメンバーから外されて、後半から出場することになったが、これ以後、監督の構想から外れるという理由で代表から外されたことは一度もない。アジア第3代表決定戦となった、プレーオフイラン戦では、 中山正史、上昇寺、岡野正幸の挙げたすべてのゴールの決定機を作る、活躍で勝利に貢献、ジョホールバルの歓喜と称して語られている。中田自身も、この試合の結果があったから、国内外で、メディアに注目され、同年12月に、各国のスタープレイヤーを招いて行われた、フランス W 杯組み合わせ抽選会記念試合世界。 選抜対欧州選抜に出場することになり、日本代表の責任を負っていくような立場になっていく、ターニングポイントになった試合だったことを語っている。その後引退までに、計8回にわたって、世界選抜試合に招かれ、引退後も、世界選抜試合や親善試合に出場している。2001年ローマは18年ぶりにスクデットを獲得した。 日本代表の初出場となった1998年、フランス W 杯では、チームの核として、グループリーグ全3試合に、フル出場。中田のプレーは、海外のクラブに認められ、W 杯後獲得に名乗りを上げたクラブは12に、上った。アーセナル、ユベントス FC というビッグクラブは、レンタルに出される、危険性があったために選択せず、 同年7月21歳でイタリアのセリエペルージャへ移籍金470万ドルで完全移籍した。1998から1999シーズン開幕戦でジネディの時代を擁する競合ユベントス FC から2ゴールを奪うセンセーショナルなデビューを飾ると年間10得点を挙げるというミッドフィールダーとしての 当時の日本人海外リーグ最多得点記録を打ち立て、イタリアの有力スポーツ紙、グエリン・スポリティーボが選出するセリエーショ度の外国人選手を対象にしたセリエーサプライズ賞に選ばれた。1999から2000シーズン開幕前には、中田に興味を示す欧州のクラブが続出したが、ペルージャが遺跡金を釣り上げたため契約には至らなかった。 この時点で最も獲得に熱心だったクラブはリーグアンの &AS モナコと言われる。シーズン途中に1600万ドルで名門 AS ローマへ移籍。これは監督だったファビオカペッロの強い希望により実現したものとされる。当初はボランチで起用されることが多くフランチェスコトッティが欠場した時などに従来のポジションであるトップ下で出場した。しかし、 トッティが復帰すると、再びボランチで起用され、外国人枠の問題もあり、徐々に途中出場が多くなっていった。2000から2001シーズンは、大型補強で、ローマの選手層が厚くなったため、開幕から首位を独走するローマではベンチを温める、日々が続いた。スタメン出場もわずか5試合に止まったが、 シーズン終盤の敗戦濃厚だったユベントス戦を途中出場から引き分けに持ち込み存在感を示し日本人で初めてセリエ優勝メンバーとなった2000年シドニーオリンピックでは U-23 代表の一員として決勝トーナメント進出に貢献したがアメリカ戦で PK 戦の4本目を失敗しチームはベスト8で大会を去ることになったこの頃から 海外組の先駆者として、日本での代表活動と欧州リーグ戦のスケジュール調整が厳しくなる。2001年のコンフェデレーションズカップでは、セリエへの首位を走っていたエースローマと、日本代表監督、フィリップ・トルシエとの間で、中田の招集をめぐって圧力が起こった。グループリーグ3試合のみという条件で、日本に帰国して戦ったが、日本代表が、 グループリーグを突破すると、トルシエは中田に準決勝以降も出場するよう要請した。日本サッカー協会と AS ローマとの話し合いの結果、準決勝まで参加を延長し、その後イタリアに戻ることになった。中田自身も、日本人初のセリエ A 優勝の瞬間に立ち会うことを望んでいた。準決勝では、豪雨の中、強いグラウンダーのフリーキックで直接ゴールを挙げ、 このゴールが決勝点となって、日本をフル代表初の国際大会決勝に導き、チームを離れた。2001年、パルマは獲得を目指していたルイ・コスタが AC ・ミランに移籍したこともあり、中田を獲得。移籍金は当時アジア人選手最高額の約33億円に上った。レンツォ・ウリビエリ監督の下トップ下でプレーしたが、 高額な遺跡金に見合うパフォーマンスを発揮したとは、言い難く、チームの成績も振るわなかった。ウリビエリの更迭後は、監督が、次々と交代し、レギュラー争いの日々となっていった。一方、イタリア杯では準決勝のブレシア戦で1ゴール1、アシスト、決勝のホームアウェイ方式で行われた、ユベントス FC との第一戦で1ゴールを挙げた。 チームは1から2で、第1戦を落としたが続く、第2戦で、パルマが1ゴールを挙げ、合計2から2となり、結果的に、アウェーゴール方式によりパルマの優勝が決まった。これが、パルマ最後のタイトルとなっている。25歳で記念すべき、地元開催となった2002年日韓 W 杯に、出場。精神的にもチームを牽引する。 中心選手としてグループリーグ3試合、決勝トーナメント1試合の全試合に出場した。グループリーグのチュニジア戦ではヘディングで自身の W 杯初ゴールを記録した。2002から03シーズンから指揮を取ったチェーザレ・プランデリ監督には右サイドハーフでレギュラーとして起用される。アドリアーノ、アドリアン・ムテュと共に構成された攻撃陣はイタリアメディアから 取り合いなと称される高い攻撃力を発揮し、中田は敵地でのユベントス戦で先制点を決めるなど、ユベントスキラーとしても称賛された。しかし、シーズン後半になると手数をかけず、FW に預ける守備的なチーム戦術へ変更された影響を受け、中田は攻撃よりも右サイドでの守備に奔走することを求められていった。 2003から04シーズン冬の移籍市場で中田に信頼を寄せる。マッツオネ監督率いるボローニャへ半年間のレンタル移籍を決断する。センターハーフを任された中田は移籍初戦と次節の2試合連続のアシストによってチームメイトの信頼を得た。以後、セリエ A と日本代表の全試合にフル出場する過密日程をこなし、サッカー選手の職業病とも言える。 グロインペーン症候群を発症するが、ボローニャのセリエー残留に貢献して、恩師の期待に応えた。シーズン末、マッツォネは、中田の完全遺跡を熱望し、中田側も、パルマの給料未払いを総裁することで資金のない、ボローニャを援助する形で遺跡する計画を、遂行しようとしていた矢先、パルマが、子会社の粉飾決算により破産。ボローニャは、 レンタル元である、パルマ側の破産管罪人が要求した金額と、年俸を区面できず頓挫した。2004から05シーズン直前に悪府フィオレンティーナへ完全移籍シーズン前の合宿までの2ヶ月余り、日本で、グロインペインの治療に専念した。しかし、低調なプレーに終始して、現地ファンに酷評され、クラブと、 日本代表の両方の出場機会を失った。2005年3月に、サテライトの試合で結果を出すと、すぐに、ドイツ W 杯アジア最終予選に招集され、予選を突破した。クラブにおいても、翌シーズンに向けての決意を新たにしたところ、2005から06シーズンから、パルマ時代に確執があった。プランデッリが監督に就任することを知り、急転直下。 移籍することにした。2006年 W 杯でウォーミングアップをする中田2005年7年間過ごしたイタリアを離れ28歳でイングランドプレミアリーグのボルトンワンダラーズにレンタル移籍。加入後すぐにレギュラーをつかんだウエストブロムウィッチアルビオン戦でフリーティックからプレミアリーグの初ゴールを記録する。間もなく日本代表の親善試合に招集されたが サム・アラダイス監督はコンディションを有料して難色を示したのに対して中田は招集された代表戦にすべて出場しやがてアラダイス監督の信頼を失い主にリーグ戦の途中出場とカップ戦の出場になっていったしかしリーグ戦終盤には5試合連続で先発出場チームの勝利に貢献し ドイツ W 杯を前に懸念されていた試合間の問題も払拭した。ただし、ボルトンはロングボール戦術を中心とするチームだったため、その能力をフルに発揮できたとは言い難い。2006年6月、29歳で自身3大会連続3度目となる、ドイツ W 杯のグループリーグ全3試合にフル出場。1分2敗で、 決勝トーナメントには進出できなかった。ブラジル戦では力の差を見せつけられ疲弊させられて手も足も出ない状況に陥るが試合終了の笛が鳴るまで走り抜きピッチに倒れた。そこから立ち上がってセンターサークルへ行くと仰向けに倒れ込んだ。ドイツ W 杯をもって日本代表から引退することは以前から決まっていたが 2005年11月、中田は代表引退と同時に、引退の意向を、所属事務所社長の地原悦子に初めて話した。その後の話し合いで、地原は、中田の引退の意思が固いことを確認し、引退プロジェクトが始動。2、3月には、主婦義務契約を交わした上で、各スポンサーに報告を行った。また、現役最後の試合となった W 杯のブラジル戦の、 前に、監督のジーコには、この試合が引退の試合になるということを伝えている。2006年7月3日、自身の公式 HP 上で引退を表明。あらゆる人に、できるだけ同時に、ニュースが伝わるタイミングを狙ったとの理由で、日本時間21時の発表となった。チームとの契約は残っていたが、もうお金はいらないから、契約を切ってほしいと。 チームと話し合い契約を解除してもらった。引退の記者会見を開かなかった理由については、ヨーロッパでは開く人はいないからと答えており、引退の理由に怪我は関係なく、引退したのはサッカーを好きな部分が長きにわたって楽しめなくなったからと後のインタビューで答えている。以後は世界各地を旅しており、見聞を広めながら、 自分にできることを探したいという趣旨の発言をしている。また、サッカーの恩恵に感謝しており、今後の発展を願っているし、貢献もしたいと繰り返し語っている。同年12月、2007年7月に開催される、第14回アジアカップの組み合わせ抽選会に、ドロワーとして出席した。2007年7月モナコ居住権取得。 2007年12月、日本で開催されたクラブ W 杯の記者会見に出席、引退後初めての公式会見となった。その席で、FIFA のブラッター会長は、中田が世界50カ国、150都市以上を旅し、国連のプログラムに協力しながら、サッカーを通じた社会貢献活動を続けていることを高く評価し、世界で16人目となる。 フィファ親前大使への就任を要請したことを発表。中田は今後フィファと共に様々な活動をしていく考えを述べ、要請を受諾した。2008年6月、テイクアクション2008実行委員会を立ち上げ、地球環境に何かできること、一つ、をテーマにキャンペーンを行った。その中の企画の一つとして、海外スター選手を招いてのサッカー親善マッチ。 プラス1フットブールマッチを開催。海外では選手や元選手が世界のスター選手をオーガナイズしてチャリティーマッチや親善試合を行っているが、日本人では初の試みとなるもので横浜国際総合競技場に約6万3000人の監修を集めた。この試合は啓発を目的としておりチャリティーマッチではなかったが、 来場者に出場選手の直筆サイニーリーユニフォームが当たるラッフルを購入するという方式で寄付を募り、寄付金はミャンマーサイクロン食料支援と中国西部大地震復興支援に全額寄付された。また、中田の趣旨に賛同したルイ・ヴィトン主催によるチャリティー柄において中田チームと試合できる権利が800万円で落札されるなど、 約2900万円の収益を上げ、アフリカのマラリア対策のための蚊帳を購入する。資金として寄付され、翌年の5月には、中田本人がアフリカに行って、配布に参加し、配布状況を見届けている。また、テイクアクション2008実行委員会は、収益の中から岩手、宮城内陸自身へ、義援金を寄付した。2009年1月、審査団の一員として、 選出方法から参画していた、アラブ系最大サッカー雑誌のスーパー誌による、年間最優秀アジア選手、年間最優秀アフリカ選手、年間最優秀アラブ選手の表彰式に出席、年間最優秀アジア選手賞のプレゼンターを務めた。審査委員長は、著名なレフェリーだったピエル・ルイジ・コリーナが務めている。同月、メンバー6名からなる。 国土交通省観光庁の有識者会議、観光庁アドバイザリーボードに、世界各地を回った経験が評価された中田が選ばれ、定期的に会合に出席して、アドバイスをしていくこととなった。チャリティーマッチに出場した、中田また、一般財団法人、テイクアクションファンデーションを立ち上げ、代表理事に就任。4月には、テイクアクションファンデーションの初事業として、 中田の郷里である、甲府市の新元孔祭りに合わせ、山梨県サッカー協会主催のバンフォーレ甲府との、親善試合と、テイクアクション FC のメンバーがコーチとなる、サッカー教室が行われた。収益の一部から、アフリカへのサッカーボール2万個の寄付と、教育プログラムが実施され、また、甲府市が行うサッカーの機会拡大のための地域、 活性プロジェクトへ250万円を寄付した。同月から、フジテレビ、スポルト、月曜日、マンデーフットボールに半年間月1回不定期で、録画出演した。6月、ローマ時代の元同僚である、バンサンカンデラの引退試合に出場。選手時代と同じ、8の番号をつけたユニフォームで、スターティングメンバーとして、スタディオオリンピコのピッチに立った。9月、 週刊誌、あえらに、日本全国を回る旅について綴るコラムの連載を開始。同月、FIFA とコカ・コーラ教材の、コカ・コーラ・ FIFA フフワールドカップトロフィーツアーのアンバサダーに就任。11月には、これまでのアフリカへの支援活動により、アフリカ各国の大使らが構成する在日本、アフリカ外交団から表彰を受けた。 2010年2月、湘南ベルマーレの J1 昇格記念試合、We Are Back では、テイクアクション FC とベルマーレ OB との親善試合が開催され、また、ハイチ復興支援のための寄付活動も合わせて行われた。同年3月、テイクアクションファンデーションでの活動が評価され、世界経済フォーラムのヤンググローバルリーダーズ2010に選出された。一方、 世界各地を旅した中で日本の文化や技術に対する高い評価に触れたことをきっかけに2009年春から日本各地を旅し文化、伝統、農業、ものづくりへの理解を深めるようになった。こうした活動は朝日新聞社あえらに執筆したコラム、つなぐなどで表した。中でも日本酒については海外への普及を目指して活動を活発化させた。 2012年7月には、ロンドンオリンピック開催中のロンドンで、倉本がサービスする、日本酒バー、N、バープロジェクトを展開し、2014年の、ブラジル W 杯期間中にも、中田ネットカフェ2014の一環で、サンパウロにて展開された。同年には、自身の日本酒ブランド、N を、高木酒造との協力で、初めて発売した。 2017年1月9日、FIFA がスイスのチューリヒで2016年の年間表彰式を開き、中田が年間ベストイレブンのプレゼンターとして登壇した。黒いスーツ姿で登場した中田はマヌエル・ノイヤーやクリスティアーノ・ロナウドラに銀色のトロフィーを手渡した。中田からトロフィーを受け取ったレアル・マドリードのルカ・モドリッチは、 素晴らしい選手たちと一緒にこの場に立つことができて、誇らしいと喜びを語った。また、同時期にアジアフットボール連盟枠で、国際サッカー評議会内のルール変更案に対して、サッカー面とスポーツ面についての助言を行う、フットボールアドバイザリーパネルに入っていたことが一部メディアで、報じられた。フィファ入と報じるメディアもあったが、イファブは、フィファとは、独立した組織である。 FIFA の公式サイトでは2015年4月のイ f a b のファップ立ち上げを発表した記事の時点ですでに中田秀俊の名前は明記されていた。2018年9月13日にセリエでデビューしてから20周年ということでイタリアで所属したペルージャからフィオレンティーナまでの5クラブのスタジアムやクラブハウスを訪れる中田秀俊20年目の旅セリエ在籍5クラブを 訪ねてがアベマ TV で放送され、ナンバープラスセリエ A 在籍5クラブを訪ねて、中田秀俊20年目のイタリアとして書籍化もされている。一方、日本文化に係る活動においては、2015年以降、さらに本格化した。2015年4月に、ミラノの家具見本誌、ミラノサローネ内で開催した。 東京デザインウィークインミラノ2015において日本酒の魅力を発信するサクエネミープロジェクトを開催した。同年11月には株式会社ジャパンクラフト酒カンパニーを設立し、自ら代表取締役に就任した。日本酒を中心にあらゆる日本文化について作り手の情報を市場に発信し、作り手と消費者をつなぐ事業を本格的に行うこととなった。 日本酒の蔵元や関係企業、団体などへの支援から PR にかかるイベントや企画、アプリ開発など、広く携わっている。他にも、日本酒、イベント、クラフト酒ウィークを2016年から開催したり、日本酒や日本文化にかかる、テレビラジオ番組などへ、積極的に出演している。2020年には、石川県金沢市に移転となった。 東京国立近代美術館工芸館の名誉館長に就任した。中田は世界に誇れる日本の文化や技術を日本ものと総称して位置づけるとともに、こうした活動について人生をかけてもいいというものがようやく見つかった。これは一生続けていくライフワーク。今後はプロとして仕事に取り組みたいと語っている。イタリア語、英語が堪能で、スペイン語。 ポルトガル語、フランス語、ロシア語でも簡単な会話ができるという。高校生の頃からセリエへの移籍を考えて、イタリア語の勉強を始め、イタリアへ渡って2ヶ月後には、通訳なしで会話できるようになっていた。さらにボルトンへの移籍会見では、50分間通訳を通さず英語で応対。イタリアにいる頃から、英語の家庭教師についており、英語のインタビューには、 英語で応じていた。ファッションが独特でファッションアイコンとして、海外でも有名。2007年、ベーシーバニティフェアで、第68回ベストドレッサー男性部門の第8位に選ばれた。服が好きと公言しており、ミラノやパリのファッションショーに出没することも多い。現役時代は帰国する際のファッションが、ファンやマスコミの注目を集め、聖コレと呼ばれた。 海外ファッション誌、GQ20 ページにわたって特集されたこともある。クールなイメージで、多くの CM に出演したが、J リーグデビュー当時、前園正清と共に出演した、日清、ラオウの一連の CM シリーズでは、どちらかといえば、サッカー選手として、絶頂の時期であった前園がクールな役割だったのに、対し、中田は3枚目的な役割で出演しており、 今となっては大変珍しい CM である。また、無類のゲーマーであり、子供の頃は、アクションゲームや RPG など、毎日朝から晩までゲームばかりしていたという。稲妻イレブン2の隠しキャラクターとしての登場以来を引き受けた。3には、自身がプレイしたイタリア代表で登場。また、漫画好きでもあり、海外に住んでいた時も、週刊少年ジャンプ。 週刊少年マガジンなどの少年誌のほか、週刊ヤングジャンプなどの青年誌を毎週欠かさず、航空便で送ってもらい、30年ぐらい欠かしたことがなかった。中でも、キャプテン翼はサッカーを始めるきっかけになった。マスコミとの激しい確執は広く知られるところである。1996年のナビスコカップの際、日刊スポーツの報道を始め、 1998年フランスワールドカップ時の一連の出来事を契機に記者への不信感が高まり真実を伝えないとマスコミとの圧力が絶えなくなった。君がよ事件により右翼団体から抗議を受けた中田は身の危険を感じて国際空手道連盟、極真会館の黒帯選手たちによるボディーガードをつけていたこともあった。マスコミへの不信感から 自分の言葉を直に伝えるために、ウェブサイトでメールを発信するようになった。このスタイルは、スポーツ選手が作る、オフィシャルウェブサイトの先駆けとなり、マスコミの前で見せないような元の口調で書く形式で、情報を発信していった。ワールドカップ日韓大会後は特別番組を組んで、生出演、さらに、中田 .net tv という自身の、 テレビ番組も企画構成することで、自らが主体となって、メディアを利用するようになっていった。その、中田 .net tv には、木村拓也も、出演経歴があり、クールなイメージの中田が、木村拓也に対し、初対面で、拓也くんと呼び、電波を使って、言うのやめろよと注意されたこともある。また、その日が大晦日であったことから、東京タワーに行き、 初日の出を一緒に見たというエピソードもある。引退後は、現役時代ほどマスコミとの関係は険悪でなく、なっており、2010年、2014年のワールドカップの中継番組でゲスト出演し、多くのサッカー番組にも出演するなどしている。2005年、貧困問題を訴えるホワイトバンドプロジェクトのクリッキングフィルムに参加。当プロジェクトの日本版は、 中田の所属事務所、サニーサイドアップが協力している。ファッション性の高さもありバンドは、日本中に流行したが、バンドの購入イコール寄付ではないことがアナウンスされて、いなかったと批判された。同プロジェクトは2008年10月末に解散した。引退後は、旅をしながら様々な事前活動に参加した。大の野菜嫌いでも有名で、 子供の時から食べられるのは潰したじゃがいもとトマトソースだけで、ハンバーガーは必ず野菜抜きを注文をし、バンズにケチャップを大量に塗って食べる。野菜を食べない理由は、野菜を食べて得られるものより、嫌いなものを無理して食べるストレスの方が影響が大きいのと、野菜を食べると人末心が出ることがあるからだという。高校進学の際、当時ニラ工業高校の監督で、 三度にわたり、ニラ高校を選手権準優勝に導いた横森匠からも誘いを受けた。しかし中田は僕は工業向きではないと断っている。最初は父親と同じ甲府第一高校への進学を希望していたが入学の年から校舎改修のためにグラウンドが使用できなくなるのを知り、当時山梨県のトップ選手が集まるニラ高校を 受験することを決め、特別枠だと500万点中270点ほど取れば合格だと聞かされるが、一般受験をする。当時、監督やコーチをしていた、新藤道也は、学区外だったために420点ぐらい取らなければ、ならないのを、心配したが、460点ぐらい取ってしまったと、語っている。フランスワールドカップ組み合わせ抽選会記念試合で、初めて、 世界選抜の一員として出場したとき、チームの首相だったロナウドが後半で途中交代する際にキャプテンマークを渡されて巻いている。これ以後、世界選抜の記念試合や、ジーコ、ジネディーヌ・ジダン、ロナウド、ルイス・フィーゴラ有名選手の主催するチャリティーマッチに多数出場している。ドイツワールドカップのブラジル戦では入場通路で、ロナウド、ロナウジーニョ、 カカラと談笑する姿が放映され、試合終了直後には、ピッチに倒れている中田に、パルマ時代の同僚であるアドリアーノが近寄って腰をかがめ、め火で、人生には、涙を流す時もあれば、笑う時もあるさ、と慰めるシーンが見られた。試合に出られなかった日は、試合後に、トレッドミルで、試合時間と同じ90分間走り、試合に出たのと、同じになるように、 心拍数を上げて、コンディション管理をしていたという。また、ボローニャ時代のマッツォーネ監督は、規律を守り、基本をおろそかにせず、さらに自分なりに目的を持って、トレーニングに励んでいた。チームメイトは、中田はすぐに腹筋する変な癖があると言っていたよ、と、話している。このようなサッカーに対する真摯な姿勢からか、打チームに移籍しても、フルスとの試合では、 相手サポーターから拍手が送られることがあった。元日本代表監督のジーコは、どんな状況でもすべての力を注ぐことができるのは、大きな才能だと評価した。引退後の2008年5月、自身が主催するサッカーのエキシビションマッチである、テイクアクション2008、プラス1フットボールマッチに向けた、体作りのため、古巣の湘南ベルマーレの練習にチームウェアを、 着用して予定日数を超えて参加した。引退後はフィリピンのスラム街の子供たちとサッカーを楽しんだり、チベットの僧侶たちにサッカーのコーチをすることを約束するなど、各地でサッカーを通じた交流を行っている。中東では情勢が緊張していることもあって、国境を越えるのも大変だろうと思っていたところ、周囲に中田と気づかれ。 カオパスのような大群を受けたと語っている。これは自分が有名だからではなく、世界中でサッカーが大きな存在である証拠だと謙遜している。2007年にはモンゴルサッカー協会主催のサッカーイベントに大相撲横綱の朝昌龍と共に招待され、サッカーの試合に参加した。この時朝昌龍は腰の疲労骨折と肘のじ帯損傷を理由に夏、 巡業の休場を決めたばかりだったことから、下病疑惑が浮上し、2場所の出場停止などの処分に発展した。中田までが批判されたが、日本サッカー協会の川淵三郎キャプテンは、中田は海外を拠点に活動していたために、朝青龍が故障で、夏巡業を休場していたことを知らなかったと擁護した。2009年の初場所初日には、 朝青龍から招待されマス席で、相撲観戦をする中田の姿が見られた。日本のサッカー界へ、様々な貢献をしている。故郷の山梨で、中学時代の恩師が監督をしているクラブ、フォルトゥーナ SC をサポートしており、会員ナンバー0 0 0一である。出身地の山梨県をホームとするバンフォーレ甲府が、J1 に昇格した際にはスポンサーを紹介した。また、 山梨県にユニフォームを贈呈したこともある。ローマに移籍した22歳の時、ジェーニーに降格して、資金的に旧したベルマーレを救済するために、自身の HP の中田 .net の名で広告を出して出資して、以来、ずっとスポンサーになっている。ユニフォームの背中の中田 .net の広告や、2004年、ベルマーレジュニアユースの公式専用ユニフォーム作成の 依頼を引き受け、自らデザインして、一式を送り、2008年には、湘南ベルマーレ持ち株会が、目標とした2000万円に届かないため、1週間の期限延長とともに、中田の持ち株会参加を表明すると、結果2700万円に達した。ベルマーレも、感謝の印として、平塚競技場の7番ゲートを、ハイドゲートと名付けている。2006年、 2007年シーズンの2年間なでしこリーグのスポンサーだった株式会社モックとのスポンサー契約は中田がモックの山田治虫聖防代表取締役社長兼 CEO と個人的な親交があったため橋渡し役となった2002年と2006年には W 杯に合わせて営業した中田ネットカフェで使用された家具のチャリティーオークションの収益で J リーグアカデミーへ全 J リーグクラブ分のミニゴールなどを寄贈している。中田は歌詞が好きなことで知られ、2003年7月9日には歌詞メーカー株式会社東派との非常勤執行役員 CBO に就任。キャラメルコーンやハーベストのパッケージを一新して話題になった。社員啓発のために配布した強調の絵本。 お菓子を仕事にできる幸福が評判及び一般向けにも刊行された。2005年にはニューヨークにビルを購入、建築家の安藤忠夫にリフォームを依頼し、部屋のレンタルを計画した。前述の通り、自ら設立した株式会社ジャパンクラフト酒カンパニーで代表取締役を務めている。他にも株式会社所属事務所である。 サニーサイドアップの大株主でもあり、2017年6月30日現在で5.46%を保有する第4位の株主である。2020年4月、イギリスメディアの選ぶ21世紀の日本代表ベスト11に選ばれた。その際には、FIFA100 に初めて登場した日本人選手であり、多くの世代にインスピレーションを与えてきた。2001年は、 ローマにスクレットをもたらし、今は国際的に日本のブランドアンバサダーとして活躍していると、サッカー以外での活動にも触れられている。その他の公式戦出版都市中に CM、広告テレビラジオ番組題名の五十音順。ありがとうございます。